さて、ね、今日もちょっと特別な仕事せなあかんから、今朝の動画、これで最後にしたけど、髭剃った後、ちょっとね、こっちの食べ物の、その、性が強い。もう、芯があるとか、芯があるとか、肩に決めてる。ね、この子。ね、すごいから。大阪時代こんな髭濃くならなかったけど。大阪時代の方がもっと男性的だったんでしょ、まだ。すぐ髭薄かった。こっちめっちゃ当時より女性的やのに、髭が濃くなる。しゃあね。田舎の女は髭が濃い。当たり前。田舎とあることは違うよ。田舎と都と考えて、田舎っていうのがその、田舎があかんねんな。あなかや。ここあなかや。あなかと都やったらあなかのが格上や。ん？わかった？あなかや。あなかの女は、ひげが濃い。そうなの。さて、結局、そうそう、みんなとはな、もてなさなあかんからちゃうの。うちら、先人のひげが薄い女のことを、奴隷女って言ってたかな。意外やろ。奴隷女は蛇みたいな髭剃るのかかんて。なんだかともてなされてる恐竜やから。ちゅう考え方がめっちゃ根強かった。な。恐竜は侵略しに来てるから。一遍滅んだ恐竜が宇宙から人間に稲荷して、憑依して、そして哺乳類人類文明を侵略しに来ているぞっていう共通認識があって、で、港は貿易港のことだった。都はな。都って貿易港のことだったから。だから、港と都は違うの。都は貿易港のことだった。実は。で、そこで外国人をもてなした。で、外国人天皇が今でも都に住んでるわけ。そっから中には入られへん。そういう取り決めでもあるし。都しか支配できませんよと外国人の王はね。だから外国人の方は都に住んでるわけ。さて、その外国人の王って言うと大和民族ね。肌色、白いですよ、目細りだけで。肌の色は白人にかなり近い白さ。実はね、白人の特徴としてさっき今、風の特徴、探検。に向いてるって言って。大和民族の探検に向いてんねん、実は。陸上部隊が大和民族。海上部隊が白人や。それだけの違いやねん、実は。同じ人たちやねん。先祖はあの人たちね。まあ、うちらもその白人の血は混ざったし、うちらからどっちも子孫として出てる。実は黒人すら、うちら、日本人の子孫や。ね。顔が黒人さんがいかつい人もおるやたら。でも、めっちゃ整ったと思うだろ。その理由考えてみなあかんの。なんでかって言うたら、黒人さんっていうのはアフリカに派遣されて、派遣してん、実は。アフリカの猛獣対策。で、猛獣対策の特務班の人たちは顔がいかつくなりました。でも、大け筋っていうか、そういう仕事に従事しなかった黒人さんは、めっちゃ綺麗や。白人よりもアジア人よりも、やたら綺麗やろ。そんな皆さんお目にかかったことないかもしれんけど、お目にかかるなよ、じゃあ。ご気遣いに行くなよ。で、結局、アトランティス文明人って黒人だったもん。そういう美しい黒人だった。だから黒人さんはアメリカ大陸の支配者になる権利を持つわけ。しかも、最大の、最高の権利を持ってるね。ネイティブアメリカよりも、インディオンの白人よりも、黒人こそがアメリカ大陸の支配者になる最大最高の権利を持ってるわけ、実はアトランティス文明人やったからね、黒人さんこそが。ただ、アフリカ大陸に派遣して、アトランティス文明破滅後にね、そう説明したよ。ちょっと待ってね。で、結局その、今この動画で言ったことは、白人と、モンゴル人、要するに、ヤマト人。先祖の。で、まあ、ユダヤ人。目が細い。で、目パッチリした白人は中東。もちろん、中東で目パッチリしちゃったんやけど、うちらもともと目パッチリしてるけど、なんだか、うちらもともと働いてる文明人やん。な。で、肌黒かったんですか？うん、黒かった。うん、肌黒いに見えるんですって。で、なんで色抜けたんですかって。うん、発酵食品食べすぎて。発酵食品発明したから。いつって。
縄文土器発明した。即発酵食品発明した。それから数万年、広く抜けた。